皆さんこんにちは。ボートレースは級別審査によってランクや待遇が決まる競技。良い結果を出し続ければ級別は昇格し、グレードの高いレースに出場できます。しかし成績不振に陥ると級別は降格し、世間で言われているような収入は稼げません。級別審査を一言で説明すると、選手生命に関わる最も大切な審査と言えるでしょう。そしてボートレースの級別審査2024年前期が終了。審査期間は2023年5月1日から2023年10月31日でした。今回は級別審査について基礎的なことから、2024年前期に A1 級に昇格した女子選手6人をご紹介していきます。まずはじめに級別審査について簡単にご紹介します。級別は上から A1、A2、B1、B2 の4段階。成績が良い選手にはより多くの出走機会が与えられ、高額賞金のレースに斡旋されやすくなります。当然上位階級ほど賞金を稼ぎやすくなるわけです。また実力差が大きすぎると結果を予想しやすく、白熱した戦いは少なくなるはず。そうならないためにも、なるべく実力の近い選手同士で競い合わせる狙いもあります。級別審査は一般財団法人日本モーターボート競争会が定める選手級別決定基準に沿って実施されます。そして級別を決定する基準となるのが勝率となります。勝率の定義は他の競技と異なり、レースごとに与えられる着順点をベースに算出。勝率の算出方法は着順点の合計割る出走回数となるのです。級別審査の基準となる勝率の集計期間は6ヶ月。つまり各選手の級別は半年に一度のペースで見直されます。前期の審査期間は6月から11月、後期の審査期間は12月から翌年5月。一見中途半端な時期にも思えますが、翌日から新しい級別とはいかない事情があってのルール。審査終了後の成績確認期間が必要なことや、選手出場斡旋委員会を挟んで正式な級別が決定すること、すでに入っている斡旋を全て消化する必要があることといった理由から、新級別は審査終了から2ヶ月後となる1月1日と7月1日に適用されます。新級別のスタートを切りのいい日付とするために、審査期間が2ヶ月前倒しされているという解釈で問題ありません。さて2024年前期の A1 級のボーダーは平均的な 6.17 でした。ここからは2024年前期から A1 級に昇格した女子選手と勝率をご紹介します。1、海野ゆかり選手。登録番号3618。生年月日1973年11月28日。身長164センチ。体重45キロ。血液型O 型。支部広島。出身地広島県。登録機71機。今季勝率 6.87。 海野ゆかり選手は広島県出身の A1 級レーサーで、登録機は71機の選手になります。宝塚スターのような整った風貌から、定界の宝ジェンヌと呼ばれることも。2004年2016年と2回もレディースチャンピオンを制した実力者の海野ゆかり選手。年末の大一番クイーンズクライマックスには5回も出場した経験を持ちます。海野ゆかり選手は若い頃から攻めの気持ちを忘れずにレースに挑んでおり、それを象徴するかのような男子顔負けの豪快なまくりを得意としています。ただ攻めの気持ちが強いせいか、フライング休みなどリズムに乗れない時期もあります。平均スタートタイミングは 0.16 から 0.19 で、少し遅めのスタートタイミング、スタート事故が多いことから、事故を避けるためにこのスタートタイミングとなっていることが考えられます。海野ゆかり選手自身、スタートはあまり得意ではないのでしょう。しかし2023年3月の芦屋以降はフライングなし、着実に勝率を盛り返し A2 級から A1 級昇格となりました。2、藤原夏樹選手。登録番号4627。生年月日
1986年4月20日、身長156センチ、体重50キロ、血液型 A 型、支部、東京支部、出身地大阪府、登録機107機、今季勝率 6.67。 藤原夏希選手は大阪府出身で、現在は東京支部に所属しています。もともと空手の世界チャンピオンであり、そのまま空手を続けていれば間違いなくオリンピックに出られるような逸材でした。しかしご本人は空手をやめたかったらしく、入学規定が改正されて入学することが可能となった。競艇選手への道を選びます。デビュー後はミスターサンドとの異名を持つ阿波克也選手の指導を受け、2019年後期から A1 級へ昇格していました。しかし2020年、ゴール前に減速したことが重大な違反行為と判断され、1年間の出場停止という厳しい罰則を受けることとなります。この処分はファンの間でも賛否両論があり、物議を醸しました。レースに復帰後は少しでも早く元の A1 級に戻るように奮闘する日々を送っていた藤原夏希選手は、 A2 級から A1 級に昇格することができました。3、魚谷香里選手、登録番号4347、生年月日1985年4月26日、身長154センチ、体重45キロ、血液型 AB 型、出身地山口県下松市、登録機96機、級別 A1 級、今季勝率 6.40。2005年にデビューし、翌月のレースで早々に初勝利した魚谷香里選手、ハンドボールでインターハイに出場するなど、デビュー当時から期待されていた選手ではありましたが、その期待以上の実績を積み上げていきます。まず2007年に初優出、2008年には G1 初勝利、初優勝を果たし、当時所属していた徳山支部の地区スター候補生に選出。そして2009年7月、勝率 6.59 という輝かしい成績を収め、競艇選手すべてが目標とする A1 級に昇格しました。デビューからたった4年で A1 選手になれる女子レーサーはごくわずかです。同じボートレーサーである青木幸太郎選手と入籍し、2011年、2017年、2020年と3級に入ったこともあり、前線での活躍は遠のき、魚谷香里選手は2023年前期後期と2期連続で A2 級に格付け、 A1 級復帰に向けて今期は5月に福岡県にあるボートレース若松で開催されたビーナスシリーズ第3戦マクール杯ナイトプリンセスカップから始動しました。期間を通して優勝は一度もありませんでしたが、コンスタントに好成績を残し、ボートレース琵琶湖で開催された第10回中日スポーツ杯が終了した時点で A1 級のボーダーラインよりやや上に位置していました。今季ラストの一戦となった10月22日から山口県にあるボートレース徳山で開催されたマクール杯争奪徳山ビーナスシリーズ第14戦では、優出を果たすなど好成績を量産、勝率を大幅にアップさせました。これにより魚谷香里選手は3期ぶりに A1 級に復帰することが確実となりました。3度の3級を経験しながらも毎回確実に A1 級に戻ってくる魚谷香里選手の実力には驚かされますね。4、落合直子選手、登録番号4289、生年月日1984年11月2日、身長150センチ、体重47キロ、血液型 O 型、支部大阪、出身地大阪府、登録機94機、今季勝率 6.29。 大阪支部の女性ボートレーサーである落合直子選手、選手仲間やファンから直子ハンの愛称で親しまれている落合直子選手は、2012年から安定して A1 級レーサーとしてボートレース界の最前線で戦っています。大和学校時代には事故で顔を9針縫い、
大怪我を負ってしまった落合直子選手。しかし怪我を乗り越えて、デビュー後には持ち前のテクニックと強さで8回の優勝を手にするほどの強さを誇っています。平均スタートタイミングも 0.14 と早く、インコースの信頼度が高い選手ですが、2023年後期は A2 級へ降格となっていました。しかし2024年前期からは A1 級へ復帰、今後も安定した活躍を見せてくれることでしょう。5. 桜本歩美選手、登録番号4478、生年月日1988年2月10日、身長155センチ、体重52キロ、血液型 AB 型、出身地栃木県支部、東京支部、登録機101機、今季勝率 6.25。 競輪選手の父に勧められたことでボートレーサーになったアスリート気質の桜本歩美選手、常に与えられた環境に感謝をしつつ挑戦を続けている行動はまさに哲学的です。2020年の後期から5期連続で A 級をキープしている実績からも分かるように、着々と実力をつけている女子ボートレーサーとなっています。2023年6月にはボートレース下関で行われた G3 オールレディースジュエル7カップで優勝し、 A2 級から A1 級昇格となりました。6. 清水崎選手、生年月日1987年2月21日、身長155センチ、体重49キロ、血液型 O 型、登録番号4519、登録機103機、支部東京支部、今季勝率 6.23。 美人ボートレーサーランキングにもたびたびランクインする清水崎選手、2008年11月13日に平和島競艇場でデビューした清水崎選手は、2009年7月3日には玉川競艇場で初勝利、その約3年後2012年12月21日に男女ダブル優勝戦日本写真判定社長杯で初優勝を達成しました。なんとこのレースは清水崎選手の初優出戦、初優出で初優勝というすごい記録を達成しました。2019年8月には G1 レディースチャンピオンで G1 初優勝を決め、ボートレースファンから注目を浴びる選手となっていました。しかしその後は成績が停滞していた清水崎選手、実はここしばらくは自分のペラがわからなくなっていたと言います。そんな中でいいエンジンが何回か引けたってのもあるけど、ペラは前の人のベースで行くようになったことが功を奏し、2024年前期は自身7期ぶりの A1 級に復帰となりました。いかがでしたか。今回は2024年前期に A1 級に昇格した女子選手6人をご紹介しました。今期を振り返ると有名レーサーの A1 級復帰が目立ちました。今期も怪我なく安定した活躍を見せてくれることに期待したいと思います。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。